劇場。それは祝祭の場。自然と人が集まってくる。劇場の入り口をくぐった時から、人は日常を超えた空間へと導かれ、見る者と演じる者とのエネルギーがぶつかり合い、新たな力が生まれる。彩の国埼玉芸術劇場は、舞台芸術を作り育み分かち合うことを目的とした劇場です。それは従来の全ての演目に対応する多目的ホールではなく、演劇、音楽、舞踊、映像、それぞれの分野に最もふさわしい設備を備えた4つの専門ホール。演劇、ミュージカル、オペラ、舞踊などの上演に適した大ホール。室内楽を中心としたクラシック音楽に最適な音楽ホール。演劇、舞踊、ミニコンサートほか、あらゆる実験的な舞台の上演に適している小ホール。芸術的な映像作品の鑑賞、発表、また各種フォーラムやシンポジウムなどの開催に適した映像ホール。さらに劇場独自の創造活動を育んでいくために、稽古場、練習室、工房といったスペースをも充実させました。完成された舞台を持ち込んで上演するだけの貸しホールではなく、自分たちの手で舞台芸術を作っていく創造型の劇場、それが彩の国埼玉芸術劇場です。演劇やオペラの上演を目的とした大ホールは、客席数776。それはどの席からも肉眼でステージが見え、出演者の生の声が聞こえる大きさにこだわりました。ステージの総面積は1300平方メートル。国内でもトップクラスの広さを誇り、オペラやクラシックバレエなど大掛かりな舞台にも対応できるスケールと設備を備えています。後ろ舞台のスライディングステージは重量級のセットを組んだまま移動できます。前舞台としても使用できるオーケストラピット、このような大掛かりな舞台機構を安全に確実に操作するため、コンピューターコントロールシステムを導入しました。
大ホール。この場所から世界に通用する舞台芸術が生まれ育っていくことが期待されます。客席数604の音楽ホールは室内楽を中心とした音楽会のためのシューボックス型のホールです。ヨーロッパの一流ホールを彷彿とさせるゆったりとした空間。自然の温情を大切にする工夫が随所に施されています。高窓からは優しい自然光が入り、アフタヌーンコンサートなどくつろいだ雰囲気の音楽会も楽しめます。すり鉢状の客席を持つオープンスタイルのショーホールは、あらゆる実験的なステージの上演に適しています。舞台と客席の一体感はこのホール最大の特色です。可動式の客席や競りを上下することで客席の数と位置、それにステージの位置を自由に設定することができるのです。装飾を省き、ギャラリーや音響調整卓までもがむき出しになった空間。見る者と演じる者との一体感を生み出します。アーティストの自由な想像力をかきたてるショーホール。ここでは多彩な舞台表現の試みがなされることでしょう。映像ホールは客席数150、映像作品の鑑賞・発表の場として、また各種フォーラムやシンポジウムの場として活用できるスペースです。150インチのビデオプロジェクター、マルチ上映可能な2台のスライド映写機や16ミリ映写機、35ミリ映写システムにはドルビーステレオ方式を導入、迫力あるサラウンド音響が楽しめます。映像ホールは情報発信基地としての役割も担っています。稽古場は主に演劇、舞踊などの練習に用いられるスペース。大稽古場は大ホールのアクティングエリアに匹敵する広さがあり、
オペラなど大規模なステージのリハーサルも本番さながらに行うことができます。他に2つの中稽古場、3つの小稽古場があります。これらのスペースは劇場の自主創作活動の拠点としても活用していきます。工房は舞台装置や小道具を制作するためのスペース。ここではアマチュアたちが舞台美術の制作現場を見たり手伝ったりする機会を設けていきたいと考えています。練習室は主に音楽の練習用に作られたスペース。大練習室は4管編成のオーケストラがゆったりと練習できる広さがあります。他に中練習室、4つの小練習室があります。いずれも音響効果に配慮した設計がなされています。稽古場と工房、練習室を結び合わせるのがおよそ100メートルにわたる吹き抜けのガラス屋根の通路、ガレリアです。ガレリアは稽古場や練習室を利用する人々にとって明るい気分転換の場を提供します。彩の国埼玉芸術劇場には公演を見る、聞くという以外にも楽しく過ごすことができるスペースがあります。ロトンダの1階部分にあたる情報プラザ、さまざまな分野の活動に役立つ情報を提供し、舞台芸術や美術、建築、ファッションなどの関係をテーマに独自の企画展示を開催します。舞台芸術資料室は舞台芸術に関する書籍、シナリオ、楽譜などを収集、ビデオや LD、CD の視聴もできます。光の庭を取り囲むように作られたこのスペースはガレリアにもつながり、見る者と演じる者とが出会い交流するスペースとして位置づけられています。演劇、音楽、舞踊、映像などの分野に合わせた専用ホールを採用。直接目に見え、耳に聞こえ、手に触れる感動。一人一人の心に届く文化を作る。
伝える。それが彩の国埼玉芸術劇場です。